はいどうも、ヒコボン、心の声です。前から気になっていたセイコーマートで、期間限定で販売されるジンギスカン弁当。ふと気になってツイッター検索してみたら、食べてる人がいる。今行く、セイコーマートにジンギスカン弁当が売っているかわかりませんが、ダメ元で行ってみることにしました。こちらがセイコーマートです。主に北海道で展開しているコンビニエンスストアですが、関東にも所々にあります。おそらく、近所の方は、珍しいコンビニエンスストアという認識だと思いますが、ここにセイコーマートがあるのはとてもすごいことなのです。果たしてジンギスカン弁当はあるだろうか。ビンゴありました。せっかくなので北海道民のソウルドリンクガナナも買っていきます。ソフト活源の方が良かったから近くの公園で食べることにします。さてどこで食べようか。落ち着けて、なおかつ撮影のことを考えると日の当たっているところがいい。食べようと思っていたところに人がいる。さすがの土曜だ。結局公園の端っこまで来てしまった。ランナー来るので落ち着ける場所ではないが、ここをキャンプ地とします。では初めてのジンギスカン弁当です。ジンギスカンといえば味に癖があるので、果たして大丈夫だろうかという不安もあります。自転車で運んできたので中身が動いてしまった。見た目良い感じです。お値段は税抜き560円。500円のところもあり、それだったら嬉しかった。道民の味良い感じでは開封です。脇にタレついてます。このタレがかなり重要です。ではタレをかけます。これでうまさ倍増です。下にもやしがありました。ナイスです。ジンギスカンをいただく前にガラナです。味はドクターペッパーに近いかな。ではいただきます。肉は少し固めだけど噛みちぎれる硬さです。うまい。ご飯が進む進む。ご飯の上にある白ごまがまた食欲をそそる。白ごま自体は好きじゃないけど、このジンギスカン弁当の白ごまは実に合ってます。最初の二口ぐらいは羊肉の癖を感じましたが、お口の中が慣れると全然気にならなくなりました。むしろそれが良い味になる。まあ万人に受ける肉という感じでもないと思いますけど、それとタレが実にうまいです。お腹空いてたらこれだけでご飯食べれそう。もやしと一緒に食べてみます。
味と噛み応えが変わってまたいい。タレの染み込んだもやしもまたうまし。たくあんも美味しいです。最後にたくあん食べるとなんか満足度上がります。ごちそうさまでした。とても美味しかったです。これはまた食べたいお弁当です。期間限定と言わず通年販売してほしいところ。そしてガラナを流し込む、たまりません。汁がちょっと残っちゃいますね。飲むのも不健康すぎるのでティッシュで吸わせて持って帰ります。家までこれで汁はこぼれず全然大丈夫でした。満足度高いお弁当でした。